聖書。皆さん、ご起立、ご脱帽の上、国旗にご注目ください。よろしくお願いします、ね、いきなり国歌斉唱から始まって何事やでよ、ね、中学生のカラオケのノリを持ち込むっていう、ね、やっぱ法学部なんてやっぱ形式にのっとった、そうそうそう、やっぱ日本国憲法を僕らが学んで、はい、まあ憲法だけじゃないですけど、す、ね、日本がやっぱり日本、やっぱ日本ですかね、日本ですかね、日本ですからね、国家は大事ですから、とても右翼みたいなこと言ってるけど、そういう段階ではない、やっぱり正式にね、ちょっと日本あの国家からやっぱり歌って始めようかなと思いまして、はい、はい、というわけで私たち邦楽社というバンドでございますけれども、全員、5期の、同期邦楽社、邦楽部、邦楽部で集めた邦楽社で集めたバンドでございますけれども、はい、なんか先月ね、あの教育社っていう、うん、教育社っていうバンドがあったかもしれないけど、それは知りません、はい、私たちがオリジナルです、はい、はい、ケツペタ認知しておりません、そうですね、安心してください、私たちこの月で、あ、まやさん、まやさん、あ、まやさん、あ、まやさん、まやさん、安心してください、私たち今月で切りますから大丈夫です、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 企画だから、いいよ、いいよ、教育者続けてね、はい、ということで、私たち本日ね、真っ暗い衣装で来ておりますけれども、まあ、法学部のね、法学部というか、法に携わるものとして何者にも染まらないという、まあ、テーマじゃないという、裁判官、そうそう、裁判官は、はい、己の良心のみ従うと、他に何も、そう、何者にも染まらないというのがございまして、黒は何者にも染まらないということでね、法学部の衣装として真っ黒な衣装をご用意いたしました、はい、ということで歌う曲は法学と、ま、うん、法学部と全く関係はありません、Peace of a Dream、 Pieces of a Dream という曲を歌わせていただきます、もう気配切りで疲れ、ちょっと疲れてる月さん、ありがとうございました。熱戦をありがとうございます。ということで、曲の方に行きたいと思います。それでは、お聴きください。Peace is over a dream。Thank you.
ありがとうございました。